はい、補定具の作成です。補定具っていうのはですね、罠に捕まった、鹿だとかイノシシだとかをある程度固定するために使う、道具ですね。使うのは、こちら塩化ビニールのパイプとですね、ワイヤー、これくくり罠に使っている4ミリのワイヤーそのまま使っていますけれども、ワイヤー、あとはくくり金具、くくり金具がない場合はですね、あるいはもったいないという場合は、ホームセンターに売っているこういう金具で代用もできます。今回これで作ってみようと思います。そして、スリーブですね。スリーブのダブルを2つ、これをご用意ください。使う道具はですね、こういうノコギリ、どんなものでも良いです。ノコギリ、そして、罠の作成に使うスエージャーですね。これが1台必要です。まずですね、塩化ビニールのパイプをの端をですね、これ2メートルのパイプ買ってきたんですけれども、これの端側のハンドル部分を切り出します。だいたい今これぐらいですかね。ハンドル部分を切断してきました。ワイヤーの部分はですね、塩化ビニールのパイプのこれの長さですね、これプラスだいたい1メートルから 1.5 メートルぐらいを切り出していきます。ワイヤーの切断はですね、できればセロハンテープで、このワイヤーの部分にカバーをして、スエージャーのこの部分ですね、ここの部分、ここに、挟み込んで手を引くと切断できます。この金具に片方を通しまして、反対側を通すと、そしてですね、この切れ端の方に、スリーブのダブルを通しまして往復させます。で、ここをスエージャーでかしめていきます。このようにですね、ワイヤーのサイズに合うところで挟み込んで、絞っていってください。はい、できました。こちらが動物側に引っ掛ける部分、あるいはかませる部分です。はい、このような感じですね。そうしましたら反対側を塩化ビニールのパイプに通します。はい、通した切れ端ですね、こういった取っ手をつけていきます。まずこの切れ端に、スリーブにこの切れ端を通します。はい、そして、この取っ手の部分、塩化ビニールのチューブに通し、反対側ですね、反対側のスリーブに再度通す、往復させます。はい、でですね、取っ手の部分が持ちやすくなるような大きさの輪っかを作ります。で、この状態で、このスリーブをかしめていきます。引き手の部分が完成しました。これでほぼ完成です。引き手の方から見ていきますと、こちらが引く方ですね。そこからワイヤーがつながっていて、塩化ビニールのチューブ、でその先に、動物をくくるパーツができているとこういう感じです。実際に使う際はですね、こちら側の切れ端を、何でもいいんですけれども、ビニールテープのようなもので固定して、ここのワイヤー部分をたわませるとですね、輪っかができます。で、この部分を、鹿イノシシの足であるとか角であるとか、イノシシであれば口なんかにかませるわけです。かませた状態でですね、この塩化ビニールのチューブを押すと同時に、反対側の綱手を引くと、これがこちら側にですね、縮まってきます。このようにこうなるとワイヤーが戻らなくなりますので、この状態で引っ掛けておけるとこういうことです。足なり頭なり、をですね、この状態で固定できると。で、反対側をロープで、木などにつなぐと、その状態で片足が固定できるという仕組みになっています。
補定具の作り方はですね、いろいろありまして、別にワイヤー使わなくても大丈夫なんですね。ロープでも作れます。材料はこんな感じですね。ハンガーとロープですね。今回安いんでトラロープ使いますけれども、ロープ、あとは棒ですね。今回塩ビのチューブ使いますけれども、別に何でもいいです。木の棒でも何でもいいです。はい、あとはビニールテープですね。この辺で作ってみようかと思います。まずハンガーをですね、この辺でカットします。ニッパ使ってカットいたします。結構カバーがあるのでむずいな。はい、よいしょ。はい、切りました。こんな感じですね。でですね、このハンガーのこの、なんていうんですか、引っ掛ける部分をですね、こう90度回転させます。ここからこんな感じですね。よいしょ。はい、90度回転させました。そしたらですね、この辺にビニールテープでぐるぐる巻きにします。はい、まあ、別に何の細工もないですね。ここは壊れてもすぐ補修できるので、ある程度雑でもいいかなと思ってます。はい、そしたらちょっと成形します。まずですね、この曲がっている部分を少し内側に曲げます。はい、こんな感じかな。で、このアームの部分をですね、こうこの塩ビのチューブから見て下方向に少しこう折り曲げて形を整えます。はい、こんな感じかな。ロープの方を準備しましょう。まずですね、この元のロープの上にロープの端っこを重ねて輪っかを作ります。そしてこのロープの端をですね、この輪の下から後ろ側から突っ込んで、さらにこの元のロープですねの下に回します。はい、そしたらこうロープ出てきますね。ロープの端が、これをこの輪っかに突っ込むと。はい、そうするとこんな感じで輪ができます。で、この輪をですね、かなり小さくする感じでこう絞っていってよっ、あ、このぐらいでいいだろう。そしたら輪っかできましたね。ここにこの元の方のロープですね、これを通します。よいしょ。はい、通しました。そしたらここにちょっとこう、なんていうか歪みができますよね。なんでこれをですね、この作った小さな輪っかごとこうくるっと反転させて、ロープのよりを取ってですね、はい、こんな感じです。これでこの、なんていうのかな、輪っかが可変する構造ができました。で、これでロープ準備できましたね。はい、で、これ先ほど作ったハンガーと棒ですけれども、ここにロープをですね、こんな感じで引っ掛けます。まあ、これで使うということですね。ここに輪っかができているんですが、まあ、ここに角であるとか足だとかをこう引っ掛けて、ロープを引くと。このハンガーは可変ですので、こう曲がりながらですね、取れることになります。はい、